参加費を払って大会を取るようになったのが半年で、もうマネージャーが自腹でお金を払って大会の枠を取りに行くっていうのはもう2年前から行われてたんですか？あ、もう全然前からそんな感じですね。そうです。私はもう4年くらいマネージャーやってて、その時から自分で主催して、はい、自分の実費で案件出して大会やってたので、トータルしたら結構な額いっちゃうぐらいやってます。はい、どうも、チョムカキンです。今、荒野行動でですね、もうかなりやばい状態になっていること、皆さんご存知でしょうか？荒野界隈っていうものが存在しているのは、まあ、大会をゲリラですね、まあ、主催してそこに参加する人たちがいて、ツイッターで行われて、みんなが仲良くなって、荒野界隈みたいになってるんですよ。髪の毛変だ。マジで、そろそろ切ろう。でですね、荒野界隈でですね、今誰も触れてはいない、ちょっとまあ、例の話と言いますか。昔はね、荒野の大会の主催はね、まあ、あの主催者さんっていう人がいて、ツイッターのフォロワーを得るために個人で主催して、でフォローしてもらって、知名度をアップしてっていう流れだったんですよ。ただやっぱこの界隈ですね、やっぱ限界っていうものが来ますよ、フォロワーが増えるのに。でまあいろいろね、あの主催者悪くないのに叩かれたりとか、まあお互い半々なのに猛者が一方的に叩いたりとかして、でも主催やーめっぴーみたいな人たちも数多くいるわけですよ。大会はね、そうなった時にね、いろいろまあ選手のマネージャー、まあチームのマネージャーいるじゃないですか。そこが取ってるんですよ、大会を。パン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 って。昔はそうだったんですけど、今大会取らなきゃいけないけど、選手から言われてるけど大会がない。そこで自分自身のお金をパッて出してですね、主催してる人たちが、多いっていうのが現状。てかもう今むしろそれが深夜大半ですね。なのでね、ちょっとその闇についてね、しっかりね、暴いていこうと思います。今回特別ゲストにですね、まあ、マネージャーさん10人お呼びしましたんで、その10人のマネージャーさんに、いろいろお話をね、聞きに行きたいと思います。では皆さん一回聞きに行きましょう。こんにちは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 。今日は集まっていただきありがとうございます。はい、お願いします。いや、お願いします。10人ってむっちゃ多いやん。俺もね、あの10人多いなと思ったんですけど、これには訳がありまして、皆さん聞いてください。はい、はい、やっぱなんだろう、マネージャーの人にお話を聞くって言ったとしても、今日考えて今日の朝送ったじゃないですか。はい、20時30分集合で、はい、みたいな。はい、さすがにみんな忙しいだろうなと思って、3人ぐらいしか来れないだろうなと思って、一応10人ぐらい多めに声かけたら全員来てくれましたまあでもちょっと一人一人じゃなくていいんで、なんかあ、じゃあここ私喋ろうかなっていう人たちちょっと喋ってほしいんですけど、皆さんもともとは、まあ、今も含めてマネージャーをされてる、もしくはされていた、そして大会の主催に自腹を切ったことがある人たちで合ってますか？はいはいはい、はい。まあ今この状態で違ったとしても、あ、私違いますって言えないよね言えないよね。はい、ということでですね、これ大体いつぐらいからですか、皆さん。自分2年前ぐらい。2年前。私も同じくらいですね。え、2年くらいとか。俺半年って聞いてるんだけど、多分それは参加費とかがかかるようになったのが半年くらい前からですかね。え、まずびっくりした。え、半年前は参加費、参加費を払って大会を取るようになったのが半年で、もうマネージャーが自腹でお金を払って大会の枠を取りに行くっていうのはもう2年前から行われてたんですか？あ、もう全然前からそんな感じですね。そうです。私はもう4年くらいマネージャーやってて、その時から自分で主催して、はい、自分の実費で案件出して大会やってたので、トータルしたら結構な額いっちゃうぐらいやってます。ちょっと皆さん、だいたいいくらぐらい今まで主催でお金使ってきましたっていうのを、お金金額教えてもらっていいですか、皆さん。でも普通に多分皆さん何万とか超えてるんじゃないですかね。そうですね、全然。じゃあ行きます、僕から行きますね。じゃあ、10万未満の人。10万未満、10万ギリギリぐらい。もうギリギリ。じゃあ20万未満の人。多分そんくらいですね。20万はいってないです。うん、20万ギリギリぐらい。え、毎月トータル、トータルトータルだったら10万は軽く買えますよね。買えますね。え、買えます。
トータルでじゃあ50万円超えてるよって人。私超えてますね。全然超えてます。あ、私も超えてますね。自腹ですか。はい。ちなみに今も自腹で私マネージャーやってますって人。はい、はい、あ、やってんの、はい、やってます、やってます。それは何ですか、あのチームの代表に脅迫とかされてませんか、お金払えば。そこはもうあのチームのあのなんだろう、まあ、サポートになるんだったらっていう気持ちでもう了承した上でされてるんですか。そうですね、はい、そうですね。え、なんでそこまでして、だってマネージャーって本来その給料もらう側の人じゃないですか、本来なら。はい。え、じゃないですか、うん、マネージャー業務っていうのはやっぱ時間は何で変えれるって、これは皆さん分かりますよね、お金でしかないと思うんですよ、うん、やっぱりチームが好きだからとかもあると思うんですけど、結局働かざる者食うべからずですよ、働いてる者は食う資格があるんですから。それは嫌じゃないんですか。でもなんかたまに思いませんか、なんか何してるんだろうとか。結構ありますね。ちょいちょいありますよね。自分あの今夢から覚めるみたいな。ね、そうそう、あれ。何のためにしてるんだろう。自分今何ですか。自分あの高1なんですけど、うん、私が中1の終わりくらいの時からマネージャー始めて、もう結構経ってるんですけど、はい、でもそっからもうその時からずっと自腹。なんですよ、自腹で地持ちでずっとやってて、で1回もマネージャーやってて給料もらったことなくて、はい、本当にただただもう何やってるんだろうってたまに思うこともありますね。やっぱあるよね。全然あります。何やってるんだろう。え、ちなみに1回でもマネージャー業務を辞めようと思ったことある人。あります。あります。あります。あるんだ。逆に辞めようと思ったことない人。ことはないですね。いや、学生の人って何人ぐらいいますか。はい、私の学生で。え、学生の人はどうやってお金払ってるんですか。今はバイト代とか。バイトした稼いだお金を主催費に。あ、そうです。主催してやっぱ理不尽に揉めたりとかトラブったりとかさらされたりとかしたことある人もいますか。あります。あります。ありますね。え、もうその時やめてやろうってならないですか。なります。全然なります。なるよね。全然やめてやろうと思います。なんであのそんなそこまでしてマネージャー兼主催をするんですか。特にあんまりそれといった理由が。待って、みんな口を揃えてそうなの。なんか選手のためにみたいな、 なんかないですか。もちろん選手のためだけど、かわいい、かわいいと思うし、頼られる感じ、うんうん、ありがとうとか言ってもらったら、なんか全員やっちゃいます、うんうん。これは選手を推してるわけですか。じゃあなんか頑張ってもらいたいっていう気持ちもあってのっていう感じですか。なんていいやつなんだ。逆にですけど、選手に今までしてもらって嬉しかったことって何かありますか。一回だけなんですけど、はい、もう本当にすごい少額だったんですけど、はい、ゲリラもあの賞金なんかいつも頑張ってるからみたいな少額だけどくれた時があって、それくらいですかね。なるほど。じゃああれですね、お金の金額っていうよりかはくれたことになんか嬉しい、ね、みたいな。もう本当にちっちゃいことですけど、なんか荒野界隈でさ、一日マネージャーの日みたいな作ってもいいかもしれませんね。思いません。ちょっとマネージャー、これちょっと動画見てる皆さんどうですか。俺マネージャーの日あってもいいと思うんだけど。俺がマネージャーの日、マネージャーの日を作っても自分たちと同じことをさせるんだなって思ったら、なんか嫌だなってなっちゃうんですよね。あ、違う、なんかあれ、感謝を伝える日みたいな、あの母の日みたいなさ、わかる。全然それはあってもいいと思います。いいよね、1年に1回だけでもさ。そしたらそれで継続する人がいるかもしれないな。ああ、ね、なんだろう、自分の中で今の自分のクランってなんか部活みたいな感じなんですよね。はいはいはい。なのでなんか何かをしてほしいとかじゃなくて、なんかただ
もうみんなが頑張った勝ってきたリザルト持って帰ってきたおめでとうでそれで私の場合満足しちゃうんですよ。ああ分かりますね。そなんか、うん、部活の大会で優勝して帰ってきた時の嬉しさみたいな感じで満足しちゃうんで、なんか何かを求めるっていうのが特になくて、ただ選手に唯一私が言ってるのは試合を楽しんでやってきてっていうぐらいなんですよね。いやお母さん、リアルお母さんやってるんだけど、お母さん自分の中ではもう本当に楽しんで試合をしないんだったら出なくていいよって言ってるんで選手に、うん、いや選手のお母さんだからなんかもう楽しんで試合が行えてそれに対する後悔がないんだったら負けて帰ってきてもいくらでもいい、そんな感じでクランの代表、今現状クランの代表もやってるんですけど、うん、そういう風に選手たちには言ってます。行きます、私です。選手として行きます。時間を無駄にした後悔をする試合をしないでほしいっていう、その試合に対する無駄な時間を過ごさないですとは言ってますけど。なるほどね。はい、でもあれ、それでもさ、やっぱりさ、なんかマネージャーの日みたいな1年に1回さ、なんか、なんだろう、私がちゃんといることで成り立ってるんですよっていうのは、代表としての立場としてもさ、俺もチームの代表だからさ、やっぱ選手にマネージャーがいて当たり前じゃないんですよっていうのを知ってもらうために、界隈共通で僕は必要だと思うんですよ。これは荒野界隈全体で皆さん、シェアしてマネージャーの日作りましょう。ね、じゃあ僕がマネージャーの日をね決めたいと思います。2月の14がバレンタインデーじゃないですか、はい、3月の14がホワイトデーじゃないですか、はい、はい、じゃあ4月の14これをマネージャーの日にしましょう。いいですね、すごく。いいですか。これはね、荒野界隈全員共通ですよ。4月の14はマネージャーの日、別に何かしてじゃなくて、まあその日のね、ゲリラの賞金あげるでもいいし、ね、ありがとうって一言言うでもいいし、なんかマネージャーに対して優しくする日にしましょう。4月の14、それだけでも救われる人たちがいるかもしれない。とか、まあ何かしてほしいからマネージャーになってるわけじゃないもんね。そうですね。逆に主催してる側の立場として、こういうことは選手に絶対にしてほしい、してほしくないということってありますか？してほしくないことはルールはちゃんと守ってほしい、はいはい、だから規約とか渡してもみんな見ないよね、あれ見ないと思う。見ないですね。あれダメ、あれダメだよ、あれダメだよ。他見ないで、してほしいことは特にないかな。もうないですか。一つ一つ試合を大切にしてもらえる。あ、でもそれは何も求めてない。なんか配信してないからってなんか遊びでじゃれてさ、ふざけてすぐ死んでみたいなのはしてほしくない。してほしくない。やるなら、まあ、本気で楽しくやってくれたら、もうそれだけで全然十分かなっていう。なるほど。逆に選手にこれされたらムカつくっていうことを教えてください。なんか試合出ないとか。バックレとか、選手のバックレとか、終わった後、この大会がこうこうこうでさ、こうだったんだよね、だからなんとかだったみたいな、愚痴とか嫌味とか。それはちょっと、それは勘弁してほしい。嫌だって言ういたわみたいな。あ、そうそうそう。そんなやつもう晒しちゃえ。そうか、垂らすことによってリーグとか出れなくなっちゃうんですよ。あ、なるほどね。じゃあぶっちゃけ晒したいけど晒せねえってことって結構あるの？めちゃくちゃあります。覚えておけお前たち。OK。 まあ、 この動画はね、モサから、まあ、一般のゲリラ参加者ですね、カジュアルユーザーっていうか、まあ、強い人たちが見ると思うんですけど、みんなマネージャー大切にしなきゃダメですよ。はい、ということで、今日はね、マネージャーさん、10人に来ていただきました。マネージャー兼主催者さんですね。まあマネージャーの日っていうものが作れて僕は良かったと思います。みんな4月14日ね、共有してくださいね。マネージャーさんもみんな共有してくださいね。4月14日なんかマネージャーの日らしいよって、まあ、みんなで、はい、共通してやりましょう。なんかみんながやるから俺やりたくないとか、なんか無課金言ったことに乗りたくないみたいな、そういうのかっこ悪いからね、ダサいから、ダサいダサいダサいですよ。じゃあ
さよなら、ありがとう、みんな集まってくれて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、皆さん、ね、10人に来ていただきました。この10人がね、友達になってくれたらなと思います。あ、みんな抜けてった。あ、仲良く、やっぱマネージャーだし仲悪いですね。壊せ、